はいどうも、ホルモン島田チャンネルのブッチャー島田です。美味しいものって定期的に食べたくなりますよね。皆さん、定期的に食べたくなるものって何かありますか？今日は朝からサムギョプサルな気分です。我慢できないからサムギョプサル作ります。それでは早速やっていきましょう。今日はこの皮付き豚バラを使ってサムギョプサルを作ります。正確にはサムギョプサルは三枚肉のことなので、この皮付き豚バラだとおギョプサルですね。どっちも好きですが、この皮が付いていると食感がいいんですよね。過去にも何度かサムギョプサルはしていますが、好きな食べ物は定期的に食べたくなります。最近豚がうまいんですよね。豚の中でも割と脂っぽいバラ肉がいいですね。まだ豚のヒレって物足りなく感じちゃいます。とんかつ食べ行ってもロースとヒレで調香して結局ロースにしちゃいます。値段や味を考えると鶏と豚って安くて味も美味しくて使い勝手もいいですよね。そんな豚も最近若干の値上がりがあったので、今後も餌などの値段が上がると豚や鶏の値段も上がる可能性がありますね。結構古い料理本見るのが趣味なんですけど、70年くらい前の本を見ていたら牛より豚の方が値段が高くてびっくりしました。今じゃ考えられないですよね。その記事には牛と豚の値段が上がっているから安いクジラ肉を食べようって書いてありました。贅沢な時代です。今ならクジラは高級ですね。そのうちまた豚や牛の値段が上がっているから虫を食べようとかなりそうなので、今から虫の体勢もつけないとかもしれませんね。そうなる前に大好きな豚をたくさん食べておきます。今日は普通に鉄板で焼いても面白くないので、わら焼き風でグリルで藁で炙って香りをつけて焼いてみましょう。まずはバラ肉を1センチくらいの幅でスライスします。次にストリート品質の焼き網にセットします。外に移動してグリルに藁を投入して強火で表面を焼きます。その後中まで火を通して完成です。中へ移動してカットします。次にサムジャンを作ります。サムは包むという意味で、ジャンは大豆を発酵させた調味料のことです。サムギョプサルだけではなく、通常のお肉につけたり野菜をディップしたり、自分はご飯につけて食べるのも大好きです。玉ねぎをみじん切りにします。ニンニクもみじん切りにします。青唐辛子を細かい輪切りにします。材料をボウルに入れて味噌、コチュジャン、砂糖、ごま油、ごま、梅シロップを加えて混ぜ合わせます。次にサムギョプサルに包む薬味のネギを作ります。まずはネギをカットします。ボウルにネギを入れて砂糖、ごま、唐辛子、ごま油、醤油、酢を加えて混ぜ合わせて完成です。あとはお皿に盛り付けます。それでは早速食べてみましょう。いただきます。今日は宝焼酎の焼酎ハイボールドライを飲んでみましょう。名前の通り焼酎のハイボールです。昭和20年代後半頃、東京の下町を中心に生まれたとされています。味は特に果物の味がするとかフレーバーはついていません。まさにドライですっきりとした飲み口です。焼酎の癖なども少なく、どんな料理とも合わせやすいので晩ご飯のお供に良さそうです。ホルモン島田でも焼酎ハイボールを用意してますが、そちらは天馬の梅と金宮焼酎を合わせて作ったものです。それではサムギョプサルいただきます。焼きながら食べるサムギョプサルが一番いいですが、こうやって焼かれたお肉を用意して食卓に並べるスタイルも悪くありませんね。野菜もたっぷり取れるし、肉の余分な油も落ちるし、これはとてもヘルシーな料理かもしれません。コチュジャンと味噌をブレンドしたサムジャンが肉と薬味のバランスをとっています。コチュジャンの甘辛さ、味噌の旨味やコク、ニンニクの香り、玉ねぎの食感、青唐辛子のピリッとした辛さが豚バラ肉のジューシーな旨味と合わさり、口の中でサムギョプサルという料理が完成し、幸せに包まれます。おのおの好きな薬味を乗せることで味の変化が楽しめるのもいいですね。レタスに豚バラ、サムジャンを塗ってキムチ、ネギサラダ、ニンニク、青唐辛子をトッピング、口を思いっきり開けてガブリ、うまし。もちっとしたおギョプサルの皮部分と場所によってパリッと焼かれた部分がアクセントになって飽きさせません。シンプルに塩ごま油をつけるのもありです。家でやるなら鶏肉だったり牛肉だったり、好きな肉を用意して食べ比べるのも面白そうですね。今日も美味しかったです。ごちそうさまでした。はい、本日の動画は以上です。最後までご視聴ありがとうございます。サムギョプサルいかがでしたか？
サムギョプサルはいっぱい食べても罪悪感が少ないので、バランスを考えればダイエット中なんかにも良さそうですね。自分たちは群馬県前橋市と高崎市でホルモン島田というホルモン屋をやっています。群馬には美味しいお肉を食べられるお店がたくさんあるので、もし群馬に来た際はいろいろ探してみてください。この動画がいいなと思いましたら、チャンネル登録高評価よろしくお願いします。